スーザン・ B ・アンソニーとエリザベス・キャディスタントン・スーザン、ブローネル・アンソニーは、アメリカの公民権運動の指導者で、エリザベス・キャディスタントンと共に、アメリカ合衆国における、女性参政権獲得のために活動した人物。マサチューセッツ州、アダムスのクエーカー教徒の家庭の娘として生まれる。彼女の誕生後間もなく、アンソニー家は、ニューヨークに引っ越した。 1845年以降はニューヨーク州モンロー郡ロチェスターに住んだ。ロチェスターに住んでいた間に彼女はユニテリアン教会に通うようになる。アンソニーは最初の教育を彼女の父が自分の子供たちと近所の子供たちのために営んだ。学校で学んだ。17歳から32歳までは自らも様々な学校で教鞭をとった。 それに続く10年間、アメリカでは南北戦争が勃発し、彼女はニューヨークで奴隷制反対、禁止運動などで結出した役割を演じ、1852年にはアメリカで州レベルでは初めての禁止協会を設立している。1856年にはアメリカ奴隷制反対協会のニューヨーク州の大議員に選出された。1854年以後、 アンソニーは、もっぱら女性の権利の拡張のための運動に全力を、傾注し、両性の完全に対等な権利の実現のための、最も拉腕にして、熱烈な運動家で、その雄弁な街頭演説家にして著述家として、知られるようになる。アンソニーは、脱退にも強く反対し、それを、女性の男性への従属の証と見た。1868年から1870年。 彼女はニューヨークで発行されていた週刊新聞ザ・レボリューションの経営に携わった。編集者がスタントンで新聞のモットーは次のようなものであった。1872年11月5日に行われた大統領選挙の投票に参加するためにアンソニーはアメリカ合衆国憲法修正第15条を提案した。少なくとも彼女の手になると言われるそれにより、 アンソニーは11月18日召喚状を送られ、1873年6月18日、100ドルの罰金刑を科されることになった。しかし、彼女はそれを支払うことを拒否した。裁判では、マチルダ・ジョスリン・ゲージが弁護に立ち、裁かれるのはアンソニーではなく、むしろ合衆国なのだと訴えた。スタントン、ゲージ、そしてイーダ・ハステッド・ハーバーともに、アンソニーは、 女性参政権の歴史を出版している。彼女は女性の権利の擁護者として知られ、アリゾナ州で禁酒運動の先頭に立っていたジョーセフィン・ブラウリー、ヒューズの友人の一人でもあった。アンソニーはロチェスターで1906年3月13日に亡くなった。彼女の墓所はロチェスターのマウントホープ墓地にある。アンソニーは我らすべての母として知られている。 ライフ氏が1999年に選んだ、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。この100人中アメリカ人と分類されるのは22人に、過ぎず、アンソニーがアメリカ社会では大変著名な人物であることが、傍聴される。ありがとうございます。